どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ヒルトンホテルポイント購入していただくと、100% ボーナスポイントキャンペーンが来ておりますので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、今回ですね、ヒルトンホテルポイント購入していただくと、最大ね、100% ボーナスポイントということで、今回ですね、為替の影響ね、かなり今ね、円安に傾いてるっていう風になりますんで、まあ、今回ね、ポイント購入のキャンペーン 100% でね、来てるんですけども、まあ、おすすめできる方ね、結構限られるかななんていう風に思いますので、まあ、利用されるね、予定があって、それがね、現金で宿泊するより、まあ、ポイントを購入して宿泊した方がね、安い方、またね、ポイント宿泊ね、ヒルトンホテルの場合は5泊ね連続でポイント宿泊ねしていただくと最後の1泊目ねポイントかからないみたいなね、まあこういった特典がありますので、そういった利用する方もしくはですね、繁忙期ですね、ゴールデンウィークとかお盆とか年末年始とか、まあこういった時にですね利用する方であればですね、まあ結構ねお得に利用することができるかななんていうふうに思いますので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずね、キャンペーンの詳細いきたいなと思います。まずね、期間がですね、2022年の5月の31日14時1分から2022年の7月の20日13時59分までっていう風になります。こちらね、公式サイトと日付ね、ちょっと違うようになってると思うんですけども、私の方でね、日本時間に直させていただいております。で、キャンペーン期間はね、一応7月の20日までね、13時59分までやっているわけなんですけども、まあ、ギリギリで購入されるのはね、基本的におすすめしておりませんので、日本時間の7月の19日までにね、まあ、購入する方はですね利用していただければなと思います。で、今回の特典ですね、購入したポイントの最大 100% のボーナスポイントがねもらえるキャンペーンっていう風になります。で、このねボーナスポイントがもらえるキャンペーンの条件なんですけども、今回ね5000ポイント以上購入していただければですね、この購入した分のね 100% ボーナスがねもらえるっていう形になります。で、購入条件ですね、1年間でヒルトンホテルポイントっていうのは16万ポイントまでね購入することができますので、まあ今回のキャンペーンもですね最大ね16万ポイントまで購入することができます。で、こちら購入したポイントはですね、ポイント付与まで取引完了後48時間以内にね付与されるっていった形になります。で、今回のこのキャンペーンに関してはですね、注意事項としてはもうほとんどないんですけども、5000ポイント以上購入していただかないとこれ 100% ボーナスねつかないっていう風になりますんで、この点はご注意ください。で、こちらね購入していただくと48時間以内にね付与されるんですよね。で、これねマリオとかだとですね、何時間以内に付与しますみたいなね記載あるんですけども、マリオってね本当に速攻付与されるんですけども、ヒルトンホテルポイントっていうのは購入していただくとですね本当にね1日とかかかることありますので、まあこの点はねご注意いただければなと思います。それでは次にですね、今回のねヒルトンホテルポイントのキャンペーンですね、1ポイントの単価ね私の方でねちょっとまとめさせていただきました。まあ一番、どこで行こうかな、6万ポイントの欄見ていただきましょうかね、6万ポイントを購入していただくと 100% のボーナスがついてですね、合計12万ポイントっていう風になりまして、600ドルがかかります。で、日本円でね、出させていただくとですね、さっきねドル円のレートを調べたら1ドルね 127.71円っていう風になりますんで、まあこちらあくまで私が調べた時のね為替レートっていう風になりますんで、まあ実際にはちょっとね誤差が出てくると思うんですけども、ここはねご了承ください。で、それでね計算させていただくと、600ドルで 76,626円で、こちらね外貨決済っていう風になりますんで、だいたいね 2% ぐらいのね外貨決済手数料はねクレジットカード決済になるわけなんですけども、上乗せねされてくると思いますので、まあこれを計算入れるとですね、だいたい6万ポイント購入していただくと100% ボーナスいて12万ポイントで、その価格が 78,158円でね、購入することができるっていった形になります。こちらね1ポイントの購入単価としてはだいたいね1ポイント 0.65 円でね購入することができたっていう風になりますんで、これを考慮するとですね、ヒルトンホテルポイント使うときに、まあ、1ポイント 0.65 円以上でね利用することができれば、まあ、今回のキャンペーンでね購入していただいた方がですねお得にね利用できたっていった形になります。で、今回ねこの表にちょっと赤枠ねこの
6万ポイントのところに付けさせていただきましたけれども、まあ私はね、基本的にヒルトンホテルのポイントをね、購入してでも、まあ宿泊してもね、いいなっていうふうに思うのは、まあ6京都ね、6京都に関してはね、めちゃくちゃ良かったっていうのもあるんですけども、まああそこはね、現金決済の価格が非常に高いんですよね。今ね、ちょっと前よりからね、下がったんですけども、まあそれでもね、一泊ね、8万とかね、結構しますので、このホテルであればですね、ポイント購入してね、6京都泊まるっていう分にはですね、まあお得にね、利用することができるかななんていうふうに思いましたので、まあ必要ポイントね、6京都11万ポイントが、基本っていうふうになっておりますんで、まあちょっとここでね、赤枠入れさせていただいたわけなんですけども、まあこれでね、78,158円でね、6京都も、まあお得にね、利用することができるっていった形になるんですよね。まあね、1ポイント 0.65 円ということで、まあこのヒルトンホテルポイントをね、基本的にね、週末とかでポイント宿泊でね、0.65 円以上でね、利用するっていうのは、まあアップグレードとかを入れてね、まあいいホテルに宿泊、いい客室か、ステータス持っててね、アップグレードされて、まあその客室で計算すると、まあ 0.65 円はね、超えてくるかななんていうふうに思うんですけども、まあ本当にね、そのまま今なんですか、規制がどんどん緩くなって、まあ皆さん外出れるようになってね、ホテルめちゃくちゃ混雑してる部分もあるんで、まあアップグレードはですね、正直ね、まあされると思うんですけども、まあ渋い部分結構あると思うんですよね。まあそれを考慮するとですね、普通の週末でこのポイント購入してね、利用して、まあアップグレードがね、受けられないっていう可能性もね、十分あるかななんていうふうに思いますんで、まあそういうのを入れるとですね、この1ポイント 0.65 円っていうのはですね、普通の週末でアップグレードされないとね、お得に利用できないかななんていうふうに思いますので、冒頭にも言いましたけども、お得にね、利用できる方は結構ね、限られてくるかななんていうふうに思います。まあそういった感じですかね。まあそれ以外にはね、まあ本当にスーパー繁忙期ですね。お盆とかゴールデンウィーク、あとまあゴールデンウィークはまあ終わったばっかりですけども、まあ年末年始とかね。まああとはおすすめ的には海外ですかね。その場合であればね、結構1ポイント 0.65 円っていうのは、まあホテル選べばね、利用できるかななんていうふうに思うんですけども、まあ国内で普通の週末とかにね、使うっていうのは、まあ結構ね、ハードル、お得に利用するのはね、結構厳しいかななんていうふうに思います。それでは次にですね、私のチャンネルでポイント購入とかする場合ってアメリカのポイントサイトね、トップキャッシュバックっていうのを、まあ、経由して購入していただくとね、キャッシュバックが受けられてお得ですよっていう話をね、結構させていただいてるんですけども、先日生放送でね、実際の利用方法をね、教えてくださいっていうね、リクエストがありましたので、ちょっとね、実際に購入まではね、いかないんですけども、まあどういった感じなのかっていうのをですね、ちょっと皆さんにね、シェアさせていただこうかなと思います。ヒルトンホテルポイントだったり、マリオットだったり、あと、ユナイテッド航空のマイレージプラスとかね、まあこういったものを購入する際はね、経由していただくと、ビビたるもんなんですけども、キャッシュバック受けられるっていう風になりますんで、まあもしね、今後利用したいなと思ってる方はですね、ちょっとね、参考にしていただければなと思います。それではまずですね、ちょっと実際にね、その画面までやっていきたいなと思いますので、キャッシュバック自体はですね、スマートフォンアプリがありますんで、まあ、そちらね、ダウンロードしてください。で、ダウンロードしていただいて、ログインしていただくとね、まあ、こちらの画面になると思いますので、ここからね、説明していきたいなと思います。まずね、一番上に検索バーがあると思うんですけども、ここでね、ポイント .com っていうのをね、検索してください。まあ、このポイント .com っていうのは、アメリカのポイント、ポイント .com か。アメリカのポイントをね、多分集約してる会社なのかな。まあ公式サイト、ヒルトンの公式サイトとか、まあそういったね、公式サイトにも載ってる会社なんですよね、このポイント .com っていうのは。まあちょっとどうなってる仕組みかわかんないですけど、多分そんな感じなんじゃないかなと思っております。で、ポイント .com ね、ポイント .com が検索して、次のページ行っていただくと、この画面になりますんで、下の方にね、行っていただくと、まあ上から2番目にあると、ハイアットホテルズとかね、その下にアナザーパートナーマイルパーチェイスということで、こういうね、エアフランスとか、あとはバージンアトランティックとか、アラスカ航空とかね、あとブリティッシュエアウェイズとかね、ありますよね。で、下の方に行っていただくと、ユナイテッド航空のマイレージプラス、これもここにありますね。で、ヒルトンのやつ、今回のね、
解説させていただいて、ヒルトンオーナーズのポイント購入もね、ここにありますよね。で、下の方にね、マリオットリワーズもありますよね。マリオットのポイント購入する際は、まあ、こちらね、マリオットリワーズパートナーマイルパーチェイスをクリックしていただくと、マリオットのね、ポイント購入画面に行きますんで、まあ、マリオット購入されたい方はね、ここでクリックしていただきます。まあ、今回ね、ヒルトンで、ね、ここを押すんですけども、まあ、これね、行くとホテルの公式サイトに飛ぶっていう風になりますんで、まあ、そこでね、購入していただくっていった形になります。まあ、本当にアメリカのポイントサイトっていう感じで、まあ、経由するだけっていう風になりますんで、まあ、経由していただければですね、キャッシュバックがね、受けられるっていった形になります。で、キャッシュバックの金額はね、まあ、記載されている通りで、まあ、2.5% とかね、そんなにすごいね、還元がもらえるわけじゃないんですけども、まあ、もらえないよりかですね、もらっといた方がいいかなっていう感じですね。それではヒルトンとしましょうか。そうすると、まあ、こういった画面になりまして、ヒルトンのね、ところに飛びます。はい、ということで、こちらね、ヒルトンの英語のサイトのね、バイポイントのサイトにね、行ったと思うんですけども、まあ、購入される方はですね、ここで購入していただくっていった形になります。まあ、これ今回ヒルトンで紹介させていただきましたけども、まあ、マリオットだったらマリオットのポイント画面のところに行きますし、ユナイテッド航空のマイレージプラスだったらユナイテッド航空のね、マイル購入画面に行きますんで、まあ、普通にね、ここで購入していただくだけっていう風になりますんで、まあ、ちょっとね、英語サイトでね、抵抗ある方いらっしゃるかと思うんですけども、まあ、引き出し自体もですね、ペイパルってありますよね。あちらで銀行振込もね、することできるっていう風になりますんで、まあ、利用方法としてはね、そこまで出金するのもね、難しくないかななんていう風に思いますので、まあ、ぜひね、ポイント取りこぼさないようにね、していただければなと思います。ということで、今回ですね、ヒルトンホテルポイント購入 100% ボーナスポイントキャンペーンということで解説させていただいたわけなんですけども、まあ、今回ですね、為替の影響ね、かなり受けておりますので、お勧めできる方ね、かなり限られると思うんですけども、利用予定の方はですね、ぜひね、現金価格とポイントね、購入していただくのね、どっちが安いのか、ぜひね、検討していただければなと思います。でね、ちょっとね、話は変わるんですけども、こちらのヒルトンアメックス、こちらプレミアムカードなんですけども、先日動画にね、させていただきましたけども、ウィークエンド無料宿泊特典がね、私のところに来て、メールの画面にね、クーポンコードがあってみたいな話をね、動画解説させていただいたわけなんですけども、このね、ウィークエンド無料宿泊特典なんですけども、今年2022年にね、このウィークエンド無料宿泊特典ね、保有されている方は、本来ね、このウィークエンド無料宿泊特典っていうのは、金、土、日しかね、利用することができないんですよね、本来。で、これね、本来利用することがね、できないわけなんですけども、2022年に関してはですね、コロナ対応ということで、平日もね、利用することができるっていう風になりますので、もしね、2022年にこのウィークエンド無料宿泊特典を持ってる方っていう風になりますんで、まあ、昨年ね、ヒルトンアメックス発行開始されたのが、まあ、去年の3月なんですけども、まあ、その時ね、プレミアムカードを発行して、今年の3月で1年経って、ウィークエンド無料宿泊特典ね、保有されている方であったり、まあ、昨年ね、300万円の決済だったり、一般カードで150万円決済されてね、ウィークエンド無料宿泊特典ね、保有される方限定にはなるわけなんですけども、2022年にね、このウィークエンド無料宿泊特典ね、保有されている方は平日にもね、利用することができるっていう風になりますんで、こちらね、ぜひ覚えておいていただければなと思います。私はですね、結構前にブログでね、この情報は軽く掴んでたんですけども、まあ、その情報のね、元情報が US のアメックスの話だったんですよね。ヒルトンアメックス。まあ、US バージョンだったので、まあ、日本がね、適用かどうなのかはっきりしない部分がありまして、まあ、ちょっとね、その情報も宙ぶらりになってたわけなんですけども、まあ、先日ね、デスク回答も取れまして、まあ、私自身ね、ウィークエンド無料宿泊特典保有しておりましたので、平日にね、使えるのか聞いて使えますっていうことでしたので、まあ、実際にね、予約も入れられて、今ね、スマートフォンのアプリの方に予約画面もね、取れておりますので、まあ、間違いなくね、平日に使えるっていう風になりますんで、ですんで、まあ、2022年にね、ウィークエンド無料宿泊特典ね、保有されている方はですね、ぜひね、こちらも覚えておいていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。